クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃん爆発。温泉ワクワク大決戦、クレヨンしんちゃん爆発。温泉ワクワク大決戦は、1999年4月17日に公開された、クレヨンしんちゃんの劇場映画シリーズ7作目。上映時間は110分。興行収入は、約9億円。キャッチコピーは、脱いだら、無敵。 映画シリーズで唯一平映作品付きで上映された作品。テーマが温泉になったのは監督の腹が原作者の薄いと打ち合わせに使ったのが健康ランドでノリで決めてしまったという。ゲスト声優に大御所俳優を起用したのはこれが初めてであり丹波哲郎を起用した。丹波を起用したきっかけは本編中に登場する組織が温泉、 G 面だったことから G 面75で知られる丹波の起用が持ち上がったという。丹波はオファーを受けた際、自身のキャリアにおいて声優経験が皆無だったことから複雑な思いがあったとしながらも別取りではなく声優陣らと共に収録に臨んだといい、矢島明子は現場での丹波が自分で自身の演技に OK を出していたことが 印象的だったと25周年時のインタビューにおいて語っている。また、今までのゲスト声優の役は物語に直接関わらなかったが、今作の丹波は物語のキーパーソンである。これはオファーを受けた丹波サイドが、その映画に俺が必要なら出ようと返答したため、原が執筆中のコンテを改編して丹波を重要人物に添えたという。 予告編においては、野原一家が航路にし、離散して、別々に旅へ出る。野原一家離散という深刻なエピソードが流されたが、本編には、そのような展開はなかった。また、クレヨンしんちゃん、運国祭の野望を最後に、映画で全く見せ場がなかったシロだったが、今作から、野原一家の一員として活躍するようになる。2009年9月11日に、 原作者の薄井義人が事故により救世したため、薄井が声の出演をした最後の作品となった。これ以降の映画に薄井は全く関わっていない。2020年現在では歴代の劇場版の中で工業収入が最も低く、初めて10億円を切った作品となってしまっている。劇中、巨大ロボットの出現シーン、自衛隊戦車の登場シーンでは、 イフクベ・アキラによるゴジラシリーズの楽曲が使われた。原によると、怪獣映画のネタをやる際にサントラ CD を聴いたところ、本物を使いたくなってしまったとのこと。使用許諾を出したところ、イフクベサイドからは好きなように使っていいと言われたという。また、アクションシーンだが、ある程度は意識されているものの前作のようなリアリティは追求されておらず。 巨大ロボットの登場や対決など、フィクション重視となっており、全体的には軟化している。ただし、政府や自衛隊が物語に直接関与するなど、世界観においては、シリーズの中で、最も現実世界の要素が取り入れられている、作品である。なお、本作は、塩沢カネと演じるぶり、ブリーザエモンが一瞬とはいえセリフ付けで登場した、最後の作品となった。 日常の舞台である、カスカベ自然体が、事件に巻き込まれるため、従来劇場版では登場してこなかったキャラクターが、多数登場。あげ先生や、園児の保護者が初登場した作品でもある、テレビ朝日開局40周年記念作品。ある夜、慰安旅行で、秩父に来た双葉幼稚園の教有達がゆっくり温泉に、かっていると、大きな地響きとともに、 謎の巨大ロボットが通り過ぎていった。翌日、散歩をしていた新之助は、道の真ん中で行き倒れていた男を発見する。男は、温泉のせい、丹波と名乗り、風呂に入りたいという男を、新之助は自宅に招き、一緒に入浴を楽しむ。しかしいつの間にか男はいなくなってしまっていた。数日後、新之助たちの原一家は、 警察官を装った者たちの手によって、どこかへ連れ去られてしまう。目覚めるとそこはどこかの基地の内部で、一家は、ことの経緯を説明される。彼らは、日本の温泉を守る、政府直属の秘密組織温泉、G 面で、風呂嫌いのテロ組織、湯ざめが、地球温暖化ならぬ、地球温泉化計画を実行に移そうとしている、ことを突き止め、その野望を阻止するために、 不思議なパワーを秘めた伝説の温泉、金の魂の湯を探していた。そして、ようやく見つけ出した金の魂の湯は、野原家の地下にあったのである。その時、湯ザメが、突然、ーメン基地を襲撃してきた。辛くも脱出した、野原一家と、ーメン隊員の御所掛とイブスキは、隊長草津の指示により奥秩父にある湯ザメのアジトへ、偵察に向かうことに、 しかし、ユザメに捕らえられてしまい、野原一家は拷問レジャー施設、不健康ランドに送られ、御所係といぶすきは、金の魂の湯の情報を話してしまう。ユザメは、巨大ロボットを発動させ、温泉、G 面によって掘削中の金の魂の湯を、破壊すべく、カスカベの野原家へ向け進撃を開始した。自衛隊の抵抗も虚しく、埼玉県下のチを破壊しながら、 巨大ロボットは、あっという間に、野原家の前にたどり着いた。野原一家と、温泉、ーメンは大切な我が家と金の魂の湯を守るべく、共に、湯ザめに立ち向かう。野原和也らは、巨大ロボットより先に、野原家に到着し、草津と合流するが、金の魂の湯の草作は、地下の硬い岩盤のせいで難航していた。草津が湯ザめの、狩猟ドクター赤まみれに、 風呂嫌いの理由を尋ねると、30年前の苦い思い出が原因だったことが判明する。当時、風呂好きな学生だった赤間みれは、埼玉県大宮市東町三丁目の綾野湯に毎日通っており、下駄箱の3番をいつも利用していた。そんなある日、3番の下駄箱の鍵が何者かによって持ち去られてしまったことで風呂嫌いとなり、 風呂好きな人間たちに復讐を誓うようになったという。ところが、その3番の下駄箱の鍵を持つ去った、張本人こそが草津であり、当時同じ銭湯に通っていた草津は、誤って鍵を持ち帰ってしまったのであった。その話を聞いた赤まみれは激怒し、巨大ロボットのドリルで、野原屋ごと草津を殺害しようとするが、ドリルが逸れて、岩盤を、 掘削装置や野原家の屋根の一部ごと貫いたことで、金の魂の湯が湧き上がり、新之助が以前助けた温泉のせい、丹波が現れる。彼は、金の魂の湯に浸かれば、願いが叶う、と言い、それを聞いた。野原一家は湯に入浴し、金の魂の湯の秘めたる力を得て、巨大ロボットを打ち倒す。捕まった赤まみれは隙をついて、 金の魂の湯に飛び込んで強大な力を得ようとするが金の魂の湯には入浴した者の,の心を浄化するという効能があったことで赤まみれの邪念はすっかり取り除かれるかつて銭湯からの帰りに見ていたという美しい夕焼けをバックに草津から3番の下駄箱の鍵を返された赤まみれは改心し巨大ロボットによって破壊された街の復興に取り組むのであった は実在の組織ほか、よりいい超、桶川市など。クレシンパラダイス。メイドイン、埼玉は、クレヨンしんちゃん爆発。温泉ワクワク大決戦と、同時上映された短編アニメーション映画。水島つとむが監督した作品。上映時間は12分。劇中ミュージカルの、私のささやかな喜び、エーモーション4、エイロングタイム、マイナスには、洋画のパロディが。 数多く登場する。また、ヒーロー大集合では、敵として、クレヨンシンチャンヘンダーランドの大冒険に登場した、スノーマンパーが出演しているが、セリフはない。最後の、ブリブリザエモンの冒険銀河編の内容は、昔々あるところにブリブリザエモンという豚が、おりました。終わりこれに対して、ブリブリザエモンが、終わるなぁ。と突っ込みを入れて地球に落下していく。 この直後に、クレシンパラダイス、メイドイン、埼玉そのもののエンディングとなる。その後の一応の続編として、本編中に、ブリブリザエモンの冒険流星編というアニメが登場する。ブリブリザエモンが流星となって地球に降り立つ、内容だがすぐに、臨時ニュースに切り替わる。さらに、 本編のスタッフロールの最後には、ブリブリザエモンの冒険ニューヨーク編が登場し、ニューヨークで、ニューヨークというダジャレを言っただけで終わり、やはりブリブリザエモンが、終わるなぁ。とツッコミを入れて、映画を締めくくっている。エンディングのスタッフロールでは、キャストとスタッフ全員に、星座のマークを併記しており、後に、水島が監督する、僕殺天使ドクロちゃんでも、 同様のスタッフロールが流されている。ありがとうございます。